今回は、何をしてもニートのくせにと言われる、ニートのエッチの話を紹介するよ。ニート Y39 歳。何してもニートのくせにと言われる、ニートに人権がなさすぎて、全Yが泣いた。ニートって、何してもダメなのか？家庭内で人権がなさすぎて泣きそうや。500円くれたら話を聞いてやってもいい。全財産かき集めても150円くらいしかない。少なくて草。ニートに人権がないのは事実。魔法の解決策があるぞ、働け。働けないからニートしてる。それで、家での地位が落ちすぎたから最近いろいろとやってみたんや。働けない？働かない？小丸とかがあるわけじゃないけど社会が怖くて働けない。日本じゃレールから外れると終わりやろ。高卒で就職に失敗してずっとニートしてる39歳だよ。そりゃ家での人権もなくなるだろ。誰と住んでるの？ Y の他に、親と弟がいる。家族全員が Y に人権がない感じで接してくるんだよ。じゃあ家族に何を求めてるの？働きもせずにダラダラニート10年以上だろ。そやな。残党。文句あるなら働けとしか。いやでもさ、この前、家事をしようとしたんだよ。そしたら、ニートのくせにって嫌味を言われた。皿洗いとか、じゃがいもの皮むきとか手伝おうとしただけなのに。これはちょっとかわいそう。ニートのくせには草。でも、お前、ニートじゃん。しゃあない気がする。じゃあどんな反応をされたかったんだ？ありがとうとか助かるわとかあるだろ。ニートでも家事を少しやればもうちょい認められると思った。そしたら嫌味を言われるだけで泣いた。それくらいで泣くなよ。だって、ニートじゃん。ニートのくせに生意気やぞ。え、皿洗いだけ？もうちょっと何かしろよ。昨日はポストの手紙を確認して全部リビングに持って行ったんや。そしたら弟にニートのくせに何してんだって言われた。で、まっまには玄関で仕分けて捨てるから、持ってこないで、って怒られたんや。ああ、Y の親も玄関で捨てる手紙と残す手紙に分けてるわ。余計なことして怒られててくさ。そやまっまのいつもの動きを見てれば、何が正解かわかるやろ。主婦は、家事のやり方があるから、それを乱されると怒るんだよな。努力は認めるけど、これじゃないかん。働けもしないし、じゃあどうしたらいいんだよ。なんで働けないって決めつけるんだ？やってみないとわからんだろ。多分家族としてはエッチに外に出てほしいんだろうな。これじゃないかんでニートのくせにって言ってる。他にも、何をやっても最近ニートのくせにって言われる。ニートが家族にとって迷惑な存在だってのはわかってるけどさ、ここまで人権がないと泣ける。働きたくないなら、少し待遇が悪いくらい我慢するしかないんじゃね。それだよな。家にいられるだけいいじゃん。俺なんて会社でいつも Y 君のくせにって言われてるぞ。わろた。でも確かに会社でのストレスの方がきついよな。ニートは甘え。異論は認めない。誰もが働けるってわけじゃないだろ。外に出るだけでもストレスだし人と接するのが辛すぎる。だから家で少しでも居場所を作ろうとしたらこれだぞ。家族はそれを求めてないんだからしゃあないよな。ていうか今まで10年近くニートしててさ、家事を今ようやくやろうと思ったのか？今までは全然してなかった。でも主婦みたいな感じでさ、家事して家に居場所を作るのもありかなと思ったんや。そしたら家で居場所ができて、外で働けって言われなくなるかもとか、ニートがどうこうって言われないかなと。専業主婦、爆誕は草。そりゃ需要がないもん。で、一気は料理がうまいのか？これから勉強しようと思ってた。子供の頃に皮むきくらいはしたことがあるからひとまずじゃがいもくらい、むくかって。そしたらニートのくせにだよ。ニートのくせに。ニートが料理してもな。働けない、働けないって言ってるのを聞くとムカつく。働かないと丸ぬ。そう言われても、お前は働かないのか？そういう状況になったことがないからわからん。丸ぬわけでもないんだから、ニートのくせに。って言われるくらい我慢しろ。嫌なら出ていけ、なんだよな。ニートのくせにって言われたから出ていきたいわけじゃないんだよ。ただ、辛い。辛いね。そんなんじゃ、バイトもできなさそう。だろ、何も外に行ってもできそうにない。だから主婦もいいかなと。主婦になりたいなら、ちょっとくらい文句を言われても家事を全部やるくらいの勢いでいけ。文句言われても続けてれば認められるかもしれないぞ。そうは思えないんだよな。かなり嫌味っぽく言われてるし。決めつけるのは良くない。なんでだよ、頑張れよ。お前らけなしたいのか、頑張らせたいのかどっちだよ。悪いけど、何も思ってない。ニートのくせにがどうこう言うより、今までの行動を反省しろよ。無能定期。ニートのくせに、何度でも言ってやるよ。逆に何度も言われれば、慣れるってない。まあでも少しくらい打たれ強くなった方がいいとは思う。いつかは社会に出るんだし。こいつが社会に出れるとは思えないけどな。ニートのくせに、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 慣れた？ニートのくせに、引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。10年ニートから社会に飛び込んで4年が経過したんやが、どうやってみんな仕事のモチベ保ってるんや。面接とかでいろいろ聞かれた？
聞かれたとこもあるし聞かれなかったところもある。採用してくれたのは聞かれなかったところ。空白期間の説明なんてしたんや。自分のやった仕事の成果を反芻するんや。自画自賛でもナルシストでもええんや。あと趣味、聞かれてガチギレしてきたところと急に舐め腐った態度になったところもあった。お前工場で単純作業やれよと言ってきた人と、長期ニート言うたらそこで足踏みして態度偉そうになったのはいた。モチベーションなんかないぞ、ダセーや。仲良い同僚とか？空白期間については、正直にニートです言うた。ごまかしてもしゃあないしなーで。嫁からの言ってらっしゃいの中や。就活怖くなってきたわ。ちな無職。どんなお仕事？やりがいゼロ？仕事中は機械になる。みんな何も考えてないのやで。人並みに働いて体裁保ててることに安心したり出世バトルに夢中になっとる。モチベなんてほぼないっす。いわゆるビルメンやしね。上司からはいかに仕事を断るかのテクニックは教えられた。お前は偉い。奥さん欲しい？年収400万やが。買い物が楽しみだったわ。結局7年ちょいで辞めちゃったけど。みんな大変そうやな。ワイはお仕事好きやけど、休みの日まで職場に顔出して帰れ言われる始末。モチベーション、そんなもんねえよ。手を抜きまくって最低限をこなすだけこなして怒られながらしがみつくだけや。結構続いてるやん。一気はようやっとる。ちなワイはニート。ビルメンなら経験と資格を踏み台にして転職すれば上位企業に行けそう。年収上げれば視野が広がるかも。ワイ中学で引きこもりから15年ぐらいニートやって3ヶ月働いてる。ちな経歴詐称した。営業やっとるで。モチベなんてないよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。キューボニートワイがエアコンなしの部屋で、ひと夏を乗り切る方法、教えろ。扇風機。扇風機で十分やろ。ワイはエアコンかけずにそれで乗り切ってるわ。扇風機、たっぷりの水。これで余裕。体調や頭働かなくても丸ななければニートは問題起きんから平気や。ほんまか？もう蒸し暑いねやが。金ないニートって生活費どうしてるん？働いてエアコン買えばいい。頭ええな。ここ冷え替え。図書館とかデパート行けよ。ええな。金もらって快活クラブ行くわ。霧吹きで体に水かけて扇風機や。丸ぬでお主。働けばよいのでは？働けよ。ひんやりするし使って一生ベッドや。ただひたすら寝る。親も両方棄しとるな。熱中症なれをもとるんかな。部屋から出ていいんなら水風呂やろ。中古屋で窓用エアコン1万ちょっとで売ってるから買ってもらえよ。ウィンドエアコンってなんかダサくね。昭和って感じ。引きこもるなら扇風機と氷水だけで余裕でいける。そんなので冷えるわけねえだろ。気合で乗り切るしかないやで。すまん金もらって快活クラブに入り浸るわ。霧吹きプラス扇風機や。ワイもエアコンないけど毎年扇風機だけで乗り越えとるで。エアコンないマンションなんて引っ越せや。水シャワーでええぞ。これややめんどいけどバスタオルの乾きやすさとも噛み合ってる。根性で耐えるとかそれこそ昭和やろ。エアコンないって一日中暑さのこと考えながら過ごさなきゃいけないから何もできなくなりそうでかわいそう。そもそもマンションなのに初めからエアコンついてないっておかしくね。そんなマンション少なくとも本州以南にあるとは思えん。北海道民か。近年は北海も気温上昇してるからエアコンあり部屋に引っ越した方がええで。日中は公共施設行けばいいやろ。夜なったら暑さ増しになるし。イオンとかもええな。近ければ市役所もええぞ。夏の市役所の給水器の水好きやった。ピークには40度こすんやがどうすればええのん。上級やね。ワイニート2年目、部屋をよく使うから親に先週エアコン設置してもらう。勝ち組気持ちええええ。金はどんくらいあるんや？ワイは80万くらいしかないで、親は知らんが最近新車買ってたくらいやからそこそこあるんちゃう。ならエアコン置けよ。6万もあら安いのはつけれるんちゃうか。マンションだからといって穴開けできんわけがない。外壁は共用部やから元からエアコン用穴が開いてる部屋しか設置できん。立ち屋や。引っ越し穴。たらいに水。エアコンいるかいらないかって議論の余地ないんやけどな。風吹こうが扇風機使おうが熱風が来るだけや。エアコンはつけると室温下がるけど扇風機はつけると室温上がる。これマジ？そや電気のエネルギーが熱になるから密室だと多少はそうなるで。家族の目が怖いなら商用施設に逃げたらええ。本当に何度みたいな部屋だとエアコンつけられへんのやな。ニートだから倉庫みたいなとこに入れられてると思ったらかわいそうになってきた。そういうことか。納屋かどっかに入れられてるから窓も穴もないんやな。図書館行けや。昼間は図書館か本屋、夕方はゲーセン、夜は窓開けて扇風機。ワイはそれで一昨年乗り切ったで。去年は諦めてクーラーつけた。エアコンある施設でバイトしろ。イオンに一日いる。去年はどうしたねん。土地屋は難聴になるからおすすめせえへんで。休憩室とやらもうるさいの？休憩所の中は静かやで。じゃあええやん、今年の夏はパチ屋で決まりやね。
Y の行きつけマイホア休憩所の中に喫煙所まであるで最高やで。椅子の前に丸机もあるで。アイスノン。Y 生活保護。冷凍庫が小さすぎてアイスノン入れたら他のものを入れることができずなく。ええやん。夏が終わるかエッチが終わるかどっちが先に終了するかの名勝負や。凍らせたペットボトルに扇風機当てといたらええやろ。凍らせたペットボトルをボールの中に入れて扇風機吹きかけときゃええやろ。散々熱中症のニュースやらやってんのにこいつアホやろ。無職がエアコン欲しがるな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y 無職、ハンドメイド販売で所得が48万円を超えそう。確定申告しなあかんのか、ワンチャン見逃してくれんか。やるやん。そこ数万で絶対的な安心が手に入るんやぞ。金よりも書類とか作るのがめんどいやん。ネットで簡単に作れるやん。Y 無職は15万やから安心や。稼ぐ方が悪いんやで。具体的に何作っとるん？ガチで誰でも作れて新規参入されたら困るので教えない。無職？何作ってるの？それって控除とか使うの？税務署もそこまで暇じゃない定期。やっぱそうよな。暇じゃなくなった時に遡って追徴課税やで。まあ、そうやろな。分かってはいるんやけどな。節税しろ、家賃とか親に払え。無職なん？ハンドメイド作家という立派な職業についとるやん。そんな綺麗なもんじゃないで。人生楽しそうでいいな。どうせネイルチップやろ。売上48万って申告必要なの？追徴されても課税出る？念のためなら、申告しとけばいいと思うけど、経費だけで吹き飛びそう。まあバレなきゃいいけど、バレたらな。後から調査が来たらどうすんだよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y25 歳無職、未だに学生気分が抜けない。卒業してから今日までがスカスカすぎてそんなに経った気がしない。途中就職もしたがとうとう社会人の自覚は芽生えんかったしすぐ辞めた。Y も25やが無職や。大人になれたか？これからなるんやぞ。なれるんやろか。なんかずっとふわふわしとるが実際の立場はどんどん悪くなってる気が。ふと大学に顔出してみたくなるけど、もう誰も知り合いおらんのが当たり前やけどなんか不思議や。25無職で学生気分は草、ニート気分やろ。まあそうなんやけど学生の延長線上にいるような感覚が続いとる。大卒でニートって何のために大学行ったんや。ガチでわからんわ。やりたい勉強してたわけでもないし問題先送りにするためやった気がする。社会の荒波から逃げてきたゆえの醜い童顔とマスクがあれば大学には入り込めるかもしれないけど、もう生徒でもなんでもないただの無職のおっさんなんやなわいは。船乗りになれよ。3ヶ月船に乗って1ヶ月まるまる休みもらえるから学生みたいやぞ。海のない県育ちやから怖いんを。長野のどこや？長野ではないで。まあ船酔いはきついし船という閉鎖的な空間だから気の合わん奴がいたら地獄やな。その逆もあるけど、人手不足だからやる気さえあれば就職できるとだけ言っとく。なんか専門的な世界で入りづらいイメージやけど意外と道はあるんやな。未経験、脳資格でもいけるで。興味あったら運輸局に行ってみな。働く前に三半期間鍛えるトレーニングはしといた方がいいけど。とりあえずまた仕事を探すんやけど就職しても元のレールに戻れた感じはしないんよな。現実逃避せずにさっさと働けよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方無職ニートフリーター部、新年度の活動を開始、新入部員歓迎、集まえ。今日からですよろしく。かわいそう。10人くらい卒業してしまったんや。わい最近になって地味に自分がヤバいと気づき始めたで。スペックとかもあかんし。語ってええで。マジで？21歳。高卒。職歴なし。169センチ。両親と絶縁。友達0人。ADHD。うつ病。生活保護受給者。冷静に考えたら地味にあかんと思った。生子もらえたらこのスレじゃ勝ち組や。Y と同い年か。生活保護もらいたいけど親に連絡行くのきついわ。もう縁切ってまえばええんちゃう。あと5人くらいは春に耐えられなくてまるんだ。オフス。昨日からニートです。実家には戻りません。お金あるんか？ない。今日から世話になるわ。Y もまだ無職だから仲間だね。丸にタイプもここでええか？今日会社辞める2期もおるんやろか。部のエース。全身かゆい。何も変わらない。離職票届き次第役所巡りや。Y の氏のハロワは離職票なくても手続きできるで。下手するとそれだけで1ヶ月遅れるし。マジか面倒くさいけど早めに行くか。就活やること多くて面倒いんを。新年度で企業様は忙しそうだから、応募は再来週くらいからにしようかな。独身で友人ゼロ、低収入な連中の平均寿命は65歳前後。地獄でのた打ち回っていても辛いだけなので神様が寿命を短くしてくれている。まさに神サービス。無職とニートとフリーターじゃ全然違うだろ。世間から見ればそこまで変わらなくね。慣れ合いしてんじゃねえよ。ちょっと待てばいくらでも入部者がいるやろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。
無職 Y 28歳、なんと80社の会社からお祈りを食らっていた。ほとんどは書類落ちや、履歴書の書き方とかがダメなんやろけど、どっか添削してもらえるとこないかな？なんでエージェント使わないんや。無職の相手してくれるから知らんけど。清掃のバイトしてろ。ハロはいけよ。言って自分でも受けられる求人探してこれや。そら28まで働いてこなかったけど、そろそろ先行き考えると仕事しておこっかなってやつの練習場になりたい企業なんかないやろ。いや、バイトはしたことあるし、正社員の仕事も探してたで。バイトは仕事じゃないです。身分的に底辺職コースやのに上位職探してるからやろ。肉体労働系とか栄養系の求人多くて人足りない仕事しか受けてない。介護、飲食、運送、これ受けたか。確かに新卒と転職はエージェントあるけど、高齢無職も使えるエージェントってないんか。ハロはガチでそれしかないで。28歳無職の時点でもうゲームセットやで。不景気だし今時そんなんおるやろ。 Y の知り合いだけでも5人おる。職歴なしはあかん。無職はまだしも職歴なしはおらんやろ。なわけあるか。正社員くらい誰でもなれるわ。簡単になれる層と簡単になれない層がおるんやろ。 Y みたいなのは後者や。職種はどんなところ受けてるんや。工場内作業、営業、販売とか。ハロワの求人で募集要項満たしてるやつは軒並み受けたで。前にネットで入り好みするなってアドバイスされたから。そこら辺書類審査なんてあんの。本当は発車やろ。ハロワも添削くらいしてくれるやろ。郵送代めっちゃいるやん。ルート配送が狙い目。一方では働き手がいないと悲鳴を上げているのにおかしいよな。資格取れ。ビルメンになれるで。俺も新卒なのに50も受けた。一発逆転でロックミュージシャン目指そうぜ。バイトからの社員コース狙っていけ。80社とか落ちる方が才能やろ。よっぽど学習能力ないんやな。身の程知らずやな。観光行け。ハロワで添削してもらえよ。なぜバイトをしないである。バイトは嫌なんだよ。正社員になりたい。高望みかもしれんな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。無職 Y、 三井住友カードすら取得に失敗。もう終わりだよ。あれに失敗とか都市伝説やろ。最後の希望やったのにどうすんねんこれ。テレフォンカード使っとけばええやん。三井住友カードは割と審査厳しいやろ。今厳しいのは楽天で。三井住友はガバガバやで。なんで Y はダメなんや。三井住友に落ちるとか希望なしで草。なんで学生のうちに作っておかなかったんだよ。無職の状態でカード作る必要あるか。職業欄ってニートどうしてるん。無職で年収ゼロや。学生のふりすればよかったのに。三井住友とか銀行系厳しいって言ってるのは自分で調べたわけでもない。そう言ってる奴らを模倣して言ってるだけ。全然厳しくない。楽天落ちたけど三井住友は通ったわ。無職でカードいる。三井住友カードローン落ちて余る無に受かったわ。無職がカード作っても使えようないやろ。バイトしろ。フリーターでもとりあえずかけるところあればいける。支払い能力がないのになんでカードを使おうとしてるのかわからん。それな、意味ないじゃん。そりゃカード会社も無職なんて嫌だよな。某地方銀行で口座作って2年くらいしてバンクカード申し込んだら、ビザ付きのキャッシュカードができたんだが、これって一般的なビザカードと同じってことで考えていいの？なんかこれ紛失したら何もかも終わりって感じで、できれば分けてほしいと思っちゃうんだよね。デビットカードだろ多分。口座直接引き落としで残高以上には支払えない。キャッシュカードでもデビットでも口座に直接アクセスできるのは変わりないから気にするな。ニートがカードは草。本当にカードが欲しいなら働かないと無理だよ。無職にカードは贅沢だよな。三井住友も落ちるとか。 Y は今はニートだけど正社員時代の会社名を書いてバレてない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回はついに幻覚の世界でドラゴンを手に入れた糖質の一致の話を紹介するよ。糖質 Y、ついに幻覚の世界でドラゴンを手に入れたものの、現実に呼び戻される。確かに糖質になってた時は、周りにも迷惑かけてたと思うし辛かったんだけどさ。でも幻覚だとしても幻聴だとしても、魔法が使えたりドラゴンに乗れたりして楽しかったな。ドラゴン。魔法とかドラゴンとかどうなってんだよ。何かの読みすぎだろ。糖質って幻覚とか見えるんだろ。実際にドラゴンの感触とかあるんか。感触はあるな。はい。ワイも乗りたい。こういうのを見ると糖質とかなってみたくなるけど、実際は辛いことの方が多いんか。幻聴とかがひどい時は地獄。今でもたまにある。お薬は？飲んでるけど幻聴は治らない。そんなもんなんか？親戚は薬で幻聴とか幻覚とか落ち着いたって聞いたで。今ある幻聴はどういうの？男と女の幻聴が聞こえる。
たまに二人で喧嘩してることもある。男はどっちかというと俺に肯定的で、女はよく喧嘩売ってくる。今はただただ幻聴が聞こえるだけだけど、ひどい時は親が言ってたのは、何もないところに向かって怒鳴ってたって。自分は魔法が使えてたとか、楽しかった記憶が多くて、むしろ薬を飲み始めてからの方が幻聴とか辛く感じてるんだけどな。親はいろいろと大変だったって言ってた。イッチが見せた世界と現実ではだいぶ乖離があるってことか。一日の中でも楽しい幻覚を見てエンジョイしてる時間帯と荒れてる時間帯があったのかもな。具体的にはどんな魔法とか使ってたの？結構ベタな感じだぞ。火を自分で起こせたりとか、水が出てきたりとかさ。ドラゴンとか男のロマンよな。じゃあイッチが魔法使いでドラゴンを手に入れたって設定なのか？魔法使いっていうか、気づいたら魔法が使えてたんだよな。まあ今になって思えば部屋の中にドラゴンとかいるわけないんだが。じゃあ部屋の中の何かがドラゴンに見えてたんかな？それとも何もない空間にドラゴンが？どっちかわからん。一人で部屋の中でブツブツ話してたらしい。とにかく今はこの幻聴が辛い。幻覚はほとんど見てないはず。はずってのは、病識はあるけど幻覚か判断できないこともあるってこと？普通に生活してるつもり。親も特に何も言ってこないし幻覚は見えてないと思う。監視されてるとかそういう被害妄想系もあった？きっかけが気になるな。ストレス感じたりは？イッチは何歳？高校卒業してニートしてた時に発症。元はうつの診断だった。最初から精神的におかしかったのか。うつと糖質療法とか、糖質とまた別の精神疾患ってパターン多いよな。被害妄想とかはよくわからん。でも自分は楽しい幻覚を見てたつもりだけど、親は怒鳴ったり叫んだりしてたっていう。じゃあ監視されてるとかそういうのもあったのかもな。覚えてる幻覚と覚えてない幻覚があるってこと？発症したタイミングとかわからんの？引きニートしてるうちにおかしくなったらしい。具体的なトリガーやタイミングはわからん。やっぱり最初は医者に行くのを拒否したりしたんか？そうでもないと思うけど。親が病院に連れて行くのが遅い気がする。もうちょっと早く連れて行かれてれば、そこまでひどくならんかったかもしれんのに。まあ知識がないと糖質かわからんしな。幻聴ひどい時とかはどうしてるの？アルミ膜と収まったりする？そういうのはしてないな。ひどい時はどうしようもない。辛いんやな。それでもドラゴンとか魔法とか聞くと、糖質って楽しそうやなと思ってしまうわい。まあ、丸みたいな感じじゃないのか？いや糖質とかなりたくてなるもんじゃないぞ。また糖質を理解してない奴が湧いてきたな。幻聴とかひどいから進められないな。そんなに幻聴って辛いのか。ワイもほぼ寛解だけど幻聴はあるから同じだな。病識があっても幻聴は治らんのか。ああこれは幻聴だなってわかるだけ。消えることはない。黙れって頭の中で叫ぶと黙ることもあるし、言い返してくることもある。そういうのを思考盗聴されてるとか思うようになると、被害妄想に繋がるんかな。どうなんだろうか。遺伝が多いって聞くけど、一致の家族で糖質は？多分いない。あと兄弟はいない。遺伝だけじゃなくてストレスとか色々重なって発症するっていうよな。100人に1人とか怖い。幻聴のことは医者に言ってるの？どうしようもないの？薬を続けるしかないらしい。ひどい時に入院とかした？入院とかはしてない。ドラゴン見えても入院しなくてよいのか。入院は暴れたり薬を拒否したりしたらだろ。不謹慎かもしれんがちょっとだけ糖質の世界を覗いてみたいわ。怖いもの見たさっていうかさ。やめた方がいい。家族に糖質がいたらそんなこと言えなくなるよな。家族ってか親戚にいるけど地獄。今日は結構調子がいいな。幻聴が今日はない。調子が良いとか悪いとかあるんか。もう一度ドラゴンを手に入れたいとか思わんの？全部幻聴や幻覚だと思うと怖くなった。でも楽しかった気持ちもある。今は幻聴を消したい。とにかく幻聴が辛いんやな。お薬増やしておこうか。頭にアルミを巻くと良くなるかもしれんぞ。安物以外な。もはやファンタジーの世界だよな。引き続き糖質関連のスレを紹介するよ。母が統合失調症で辛すぎわろた。ゴレス来たら書く。書き溜めてないから遅くなるかも。この前実家帰ったら母ちゃん老食症になっててわろた。貧血なんじゃない？飲み物に氷入れるじゃん。それそのままバリボリ食ってんの。聞いたら一日清涼皿に皿くらいだって。おまそれ老食症って病院行かせた。老食症になるまでの貧血は危ないらしいから気づいてやれてよかったな。何かおかしいと思ってググったんだよ。そしたら老食症の症状と完全に一致しててな。通院して2ヶ月くらいで完治したってさ。再発はない。老食症って病名があるのか。貧血の人は氷食べたくなるらしいよ。あれって治るの？それ鉄欠乏性貧血や。まあ聞かせろよ。じゃあ書いていく。ちょっと待ってくれ。はよかけかす。
25年くらい前から母は統合失調症で、俺が小学生の時から急激にひどくなったんだよ。で毎日毎日学校から帰ってくると、盗聴器がついてるとか、アムマルエイの鍋売るなとかラーラー騒ぎまくってて。だい。近くの住人からものすごい苦情が来てたんだよ。母はそれでもやめなくて、俺が小4くらいの頃に、自分をいじめてると思い込んでる人、つまり A の家に突したんだよ。うちの母は、水のせいで子供の体調が悪いと言ってまずエビアン7箱くらい買う。印鑑がなくなった時夜間に布を巻いた。アメリカに行くかもしれないから英語覚えときという、紙コップを送りつけて封筒に食べるなよと書く。お経を書いてトイレに流す。頭おかしかった。その時 A は外出中で、母が、家に盗聴器がついてるから、今から A の家に行くことを聞かれて、先に車で逃げられた、藤子。って勝手に妄想し始めて、昔あった嫌なこととか、自分はいじめられてかわいそうだとか、家族とかも自分をいじめてるだの言って暴走してた。それに切れた兄。当時小6で65キロ、が4メートルくらいの助走をつけて母に強烈なタックルをお見舞いした。わろた。やめろ刺されるぞ。で母が手に持ってた包丁を兄に振りかざしたんだけど当たんなくて、そしたら母がムキになって食器棚の皿投げまくったんだよ。で俺たちは外に逃げた後に警察に通報。わろた。でその日ものすごい雨でずぶ濡れになってて3分くらいしたらパトカー到着。で3人の警察出てきて警察官が大丈夫？って聞いたら、兄がズボンをまくって、ここ怪我しました。って言ってて、兄のふくらはぎ見たらなんかすげえ血が出てた。糖質って遺伝あるんだっけ？遺伝もある。びっくりしてたら2台のパトカーが到着して、そのパトカーから出てきた警官が、家に入ろうとしたら母がまだ皿投げてた。それで母が誰か来たのに気づいて玄関に来て、警察官に、帰れ、映画悪いんだふざけんなゴラー、とかものすごい形相で言ってて。これが、30過ぎの文章とは。10代だけど、警察が落ち着いてくださいとか言いながら、メモをしていて、俺と兄と一緒にいた警察が、お母さんなんか乾燥した葉っぱとか粉とか飲んでなかったかなって聞いてきてさ、兄がママルはやってないって言ったら、今度はお酒とかを飲んでたかって聞かれて、兄はお酒はたまに飲むって答えてた。俺はその監督に何もしてない。警官は6人くらいいた。長い。いつまで続くねん。ごめん。いい話だった。もういいよ。で、警察が俺にお父さんの電話番号わかるかなと聞いてきて、電話番号を教えたらパトカーに俺と兄を連れてきて、警察が父親に電話してから俺と兄に電話を代わった。まさかとは思いますが、その統合失調症とは、あなたの想像上の存在に過ぎないのではないでしょうか。もしそうだとすればあなた自身が統合失調症であることにほぼ間違いないと思います。あ、後日無理やり精神科行ったら母が統合失調症だって診断されたっつーの。とりあえず手帳写しろよ。うろ覚えだけど、父が俺らに対して聞いたのは、母がしたことは大丈夫か？怪我はないか？母の状態はどうか？だった。まあ夜、母暴走事件のその後のことは、俺らが父に答えて警察家宅捜索して、まあ、るねえ。母落ち着かせる。警察帰るって感じだった。以下母学校帰り暴動事件。読んでるよ。頭の中でまとまったことでもいいから続きお願いします。ありがとう。ランドセル玄関に置いてアポなしで友達の家に来て事情を話して昼飯を奢ってくれた。しばらく遊んで家に帰ったら母側のおじいちゃんがいた。次の日の事件は結構しっかり覚えてる。学校が終わり家に帰って玄関開けたら、父が立ってて、奥には警察が立ってたんだよ。ちょっと友達の家で飯食ってこいって言われた。ちなみにその日は4時間授業だったんだ。父親も非常識だな。ちょっと飯食うわ。他のスレに一旦行くかだべっててくれたら嬉しい。やっぱ書く。そこは金渡してコンビニで買ってこいとかなのに友達の家で食ってこいとか。父めっちゃ焦ってたからまともな判断できなかったんじゃね。薬何飲んでる？俺はエビリファイトジプレキサディス。これは毒だ、とか言って飲まなくなった上に捨てられたから忘れた。そしたらいきなり家族会議開始。この会議の会話は覚えてない。父から聞いた話によると、父が精神科医子って言っても母が嫌だっていう。母発狂。また警察沙汰。俺たちが帰ってくる。父が俺たちのこと追い出す。父がおじいちゃんに電話。警察に事情聴取されてたらおじいちゃん到着。警察が帰る。母警察に無理やり精神科に連れて行かれる。俺たちが帰ってきた。らしい。俺心機障害気味で糖質なんじゃないかと思ったりする時もあるけど、こういうの見るととても申し訳なくなる。昔、ニューカスで糖質の岩丸がよく書き込んでた記憶。あ、ちな俺も老食症だぜ。老食症はステータスじゃないからな。
10代は偏食かっけーって思いがちだけど、そりゃステータスなわけねえだろ。うちの親は人に物取られたって被害妄想がひどかったから検査入院させて調べたら、アルツハイマーの初期症状だったよ。統合じゃなくても他の要因で疑心暗鬼になってる場合も考えてた方がいい。そして認知症の場合、早期発見で薬で進行緩やかにできるから検査してもらうといい。100人に1人が統合失調症らしいから、このスレにも結構いるな。俺が今腹痛でトイレにこもってるのは、隣の部屋のあいつが俺の飯に下剤混ぜやがったからだな。糖質って遺伝するっていうし、その気あるな。どういうとこが？お前レス読む限りは少し被害妄想あるぞガチで。妄想だとしてそれになぜ気がつくのか。遺伝とかあるのか。統合失調症のうざさは経験したことある人にしかわからない。道とかで一人でブツブツ喋ってる人って統合失調症なの？違うと思うけど。あ、母親帰ってきた。糖質でも子供は作れるんだな。なる前に作ったんじゃないのか。おいおい、イッチ、途中でいなくなるなよ。引き続き、糖質関連のスレを紹介するよ。母が統合失調症なんやが、どうすればええんや。もう家もおかしなってきとる。今日も、お前のせいで車のガソリンが盗まれそうになったって謎に怒鳴られてもう限界や。保健所に相談しても全く打つ手なしとの回答やったし、ワイも打つになってもうた。打つは打つるってか。医療保護入院、本人の同意が必要やって拒否られた。医療保護入院なら本人の同意は不要。でも本人の同意云々という話が出ているということは、医療保護の必要性がない程度の病状という可能性もある。あとは見る医者によって意見が全然違うのが精神科やから病院変えるか。外で暴れ回って他の住民から保健所か警察に通報がないと無理なんよ。家に閉じこもって、誰かに見張られてる。系のやつやから厳しいんや。父親は？ワイが学生の時に離婚した。まあ入院行ったけどやっぱやめた方がいいかも。抗精神病薬でさらなるキチマルイが誕生する。きつすぎる話題は NG。病院にすら行ってくれんから、薬も飲んだことないんよね。キチマルイの相手してたらお前もキチマルイになるぞ。ワイもキチマルイに片足突っ込んでると思う。現にうつ病診断されとるし。ふーん、遺伝要素でかいから一致も糖質内定じゃん。遺伝とストレスやで。ほな今ストレス溜めてる一致あかんわね。ほんまにな。ほんまに。ストレスフリーの生活大事やで。うちと同じやな。監視対策でワイの部屋以外家の中真っ暗や。めっちゃ家暗いねんな。ブレーカー落としてるからトイレとかめんどいわ。そこまでするんか。遺伝しやすいんやし一致も糖質になればええんちゃうか。そうか、ワイも糖質になればええんか。その方が楽そうやな。その代わり人間を辞めることになるけどな。家を出てとりあえず帰還行で食いつなげ。おじおばはおらんのんか。せめて面倒見るの手伝ってもらえんのか。おじさんか。県外に住んどるけど、一応まだ交流はあるし、頼ってみようかな。薬しかねえわ。予約がひどいならどうしようもねえけど。一人暮らしをしたら楽園になるパターン。縁を切った方が良い。精神病扱いするなとブチギレ案件やからな。頭お花畑レベルじゃないと騙すとか現実的に無理やし。何度も病院進めたけど、全部ブチギレで終わってもうた。おかんは友達とかと会ったりせんの？全くないな。糖質になってから友達とも縁切られた感じやし。イッチさんは何歳なの？29やで。とにかく医者に見てもらわんことには始まらんな。難しいんだろうけど。難しい。というか、Y のかかりつけの診療内科の先生にも拒否られた。任意受診が絶対条件やって。こういう条件が糖質の家族を苦しめるんだよな。高校生くらいやないんか。29なら逃げれるやん。正直、少し逃げたい方に傾いてる。けど育ててもらった恩もあるし、なんとかしたい気持ちもある。優柔不断なだけなん。薬を飲まない人は治らないで。ゆで卵にどんなに優しい言葉をかけても生卵には戻らないやろ。それと同じや。自分に何かできると思い込んでる。それが一致を苦しめとる。まっまやなくて、自分の思い込みが原因やで。自分で飯食ってうんちできるようになったのは何歳や。そして今は29やろ。ほなら育ててもらった恩はもう全部返したやろ。はよ捨てて遠方で一人暮らししろ。どうにもなることはないぞ。そうやな、もう逃げるか。そうしろ。住所は知られるなよ。電話番号も変えろ。一致がいなくなれば、やばくなっても止める人がいなくなるから。保護という名の即入院もやりやすくなるしな。夜逃げ前に行政機関へ、これこれこういう母がいてもう限界なので引っ越します。と言っておけば、行政も重い腰を上げて訪問してくれるかもな。保護責任者関連の方は知らんが。自分で飯食えてるなら全然セーフ。保健所も太鼓判をしてくれとるんやろ。セーフのうちに逃げる。飯食えてると言っても、生活費は Y が全持ちやからな。まあ、もうええか、疲れたし。もう母は捨てるつもりで逃げるわ。働けない人には生活保護がある。
まあ実際問題どの程度生活能力やらが障害されていて、イッチがどう保健所へ報告したのかは気になるわ。受診はしてない。盗聴、盗撮されていて、電気やガソリンなどが近隣住民から盗まれてると言い張って聞かない。盗聴者に対して大声で暴言を吐いている。ブレーカーを落としきって家はほとんど真っ暗である。受診を進めたが裏切り者扱いをされ家族関係が破綻している。最近は、お前の不注意のせいでこうなってるんだ、と攻撃対象が私に向かってきている。簡潔に書いただけやけどこんな感じかな。文面だけなら入院適用やと思うけどな。一致の心療内科の先生に相談した言うとったが、その内容は完全に精神科やな。どっか単科の精神科へ家族だけで行ってみて、入院を視野に入れた初診受診をできないか相談してみたらどうや。できれば複数人の家族で、可能なら妄想的なことを言っているシーンを録音していくといいで。介護もそうだが親のために人生棒に振るのはどう考えても間違いだよな。生活保護って簡単には受給できないよ。一致にはそんなことはもう関係ないんだよ。Y のマッマはファンタビ見ていこう。グリンデルバルドが家に来る、って怯えるようになったで。一回お母さんの設定に付き合ってあげな。肯定していけばどんな化け物に仕上がるのか気になる。付き合ってみたんよ。母が何か言ってきた時に、そうか。Y はどうしたらいいかな？母さんの助けになりたいんよ。って言ってみたら、監視するような卑怯者が許せんだけや、マジでムカつくんじゃ。って言われて、全く本当の意味で話にならなかった。医者にも話して、監視する連中と戦うための薬とか言って抗精神病薬飲ませろ。母は心療内科とか精神科とか聞くとまずブチギレやから、医者と合わせるのが無理なんよ。仮に処方箋出ても、ネット使って調べるタイプやからさ。やっぱ糖質の薬じゃねえか。ってなってさらに修羅になると思う。おまはん女？男やで。Y のセンサーはまた外したようやね。残念やったな。でも、Y が男でも女でもストレスのせいで丸欲ゼロやと思うで。何がきっかけで糖質なったんや。わからん。Y のせいかと自分を責めてたけど、もうやめる。原因わからんとかあるんやな。D 丸受けてたとかちゃう？それもないなら遺伝的理由かもな。自分だけで背負ったらあかんで、頼れる精神病院探したらええ。父は棒丸なんか振るわんかったよ。むしろ母が言葉で父を恫喝してた記憶だけは残ってる。パッパはようそんな女と結婚したな。てか一致も今までよく我慢してきたもんだわ。はよ入院に持って行った方がええで。近くに医療保護入院対応してる精神病院ないんか？ガチ精神科医の Y が来たけど質問ある？統合失調症の母を医療につなげるにはどうしたらええ？母親いくつや？最初に症状出たのいつや？それまではなんともなかったんか？今は55だな。最初に症状が出たのは、記憶が定かじゃないけど、明確に盗撮者に丸ね、って叫んだのは、Y が21くらいの時やから。だいたい8年前。母が47くらいの時かな。ただ、離婚した父曰く、昔からそんな性格やったらしい。Y のとこも保健所の人来たけど問題ないってことで帰って行ったし、医者にも、無理やり連れて行くのは良くない、云々言われたわ。もう警察の世話にならんと無理っぽいな。近隣住民からの通報が一番重要なポイントなんよね。身内以外の他者に迷惑をかけてれば連行できるらしいわ。糖質っていきなりなるの？母はもともと普通だったの？母親っていうくらいなら50代くらいなんやろうけど、その年齢にガッチガチの妄想が主体の統合失調症発症するのは本当に珍しい。もともと統合失調症でかかってたんやないか。ピンズドやんけ。さす医者。だいたい10代後半から20代くらいに初発する病気やからな。50代ってまれや、昔からあったんやないか。それか指定系精神病といって、統合失調症に近いけどまた違うものかもしらん。盗撮者ってなんや？実際にそういう相手がおるんか？基本は無理やりなだめすかして病院連れてって医療保護入院やな。その様子やといきなり拘束して鎮静かけなあかん。それが無理なら地域によるから、精神保健福祉センターにはもう相談してみたか？昔の記憶、特に両親の離婚前の記憶はほとんどなくて、ただ母が怖かった記憶だけが残ってる。すまん盗聴者やったな。実際にはそんな相手おらんのやろうけど、母の妄想の中の盗聴者や。精神保健福祉センターには相談したで。お辛いですね。大変ですね。まず病院と繋がってみてくださいね。って感じやった。は？一致のところの精神科医療やる気なさすぎやな。ちょっと荒っぽい手になるけど、あとは精神科救急使うくらいかな。やっぱこういう対応って住んでる地域の病院や保健所によって変わるんか？地域差はある、あと個人差もある。クソみたいな医師とか、めっちゃ優秀なケースワーカーとか、ある意味ガチャや。かなり怒りっぽかったりしないか？昔から気分の上がり下がりが激しかったりとかせんか？
いわゆる躁うつ病で統合失調症より、双極性障害のスペクトラムに近いんやないかな。めちゃめちゃ怒りっぽいし、その逆もある。一日中動けない日とかあるわ。それ統合失調症というより双極性障害の域に近そうやな。双極性障害やと躁状態は特に病識ないからな。その動けない時になんとかなだめすかされへんか？やってみたけど、無駄やった。諦めるなって言われればそれまでやけどね。しんどいって言うから、本当はあかんけど、Y が処方されてるベンゾ系のちょっと強いやつ飲んでもらって、病院行ってみん。って言うたらまたブチギレモードに入ったんよね。見捨てて逃げろ。Y は逃げた。ああ、なんか今、宇宙の周期が変わるから全て良くなる、とか言うてるわ。めちゃくちゃや。録音しとき。そ、録音できんかった。ミスった。クソクソクソ、縮小。ちょっと早い認知症の可能性はないんか？糖質だとしても他の精神病だとしても一致は逃げるしかない気がするぞ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は無能すぎて、自分だけの部署が設立された一致の話を紹介するよ。仕事ができない俺。何をやらせても結果は出ないだけでなく損失も出してしまう。同じミスを繰り返す無能。この度、社内の見回りと元倉庫の部屋で、古い資料をデジタル化の仕事をすることになった。社内の見回りは午前と午後の1回ずつ。元倉庫の部屋は俺専用の部署。大事なデータはすでにデジタル化しており、俺の作業はそういうの抜きにした、一般的なデータをデジタル化する。ノルマも何もないです。年収も据え置きでここが俺の仕事になりそうです。チャンス欲しいと頭を下げたら部署移動止められないかな。自分一人で何の意味もない作業をするのは苦痛だよ。辛すぎる。一生安泰だな。メンタル崩壊しそうだよ。怖い。年収据え置きなら天国じゃん。余計なリスクを負わされるよりはるかにマシ。でも出世の見込みないからこのままほとんど給料変わらないんだよ。終わってない？出世できる能力ないから追い出し部屋に入れられてるって気づけよ。部長やん。勝ち組じゃん。追い出し部屋おじさん説明。やっぱりそういう感じなのか？邪魔なのかな俺。とりあえず明日遊ぶゲーム探そうぜ。それって会社を辞めさせるための移動だから。マジでそんなこと現実にあるのかよ。フィクションだけと思ってた。減らないだけいいじゃん。こんなわかりやすい窓際ある？やっぱり窓際なのか。働かなくても給料出るじゃん。遊び放題じゃん。年収増やしたいなら転職すればいい。安泰がいいなら今のままでいい。年収いくらよ？33歳。年収430万円。査定低空飛行でこれとか。相当大企業やね。勝ち組じゃん。羨ますぎる。ニートの俺に必要なのはそういう仕事。とりあえずその作業を全部終わらせたら次のステージがあるんだろ？どれくらい作業あるのかわからないな。逆に喜ぶわ。マジで。これがマジなら相当羨ましい。部長やん、栄転おめ。見回りって何するの？社内の見回りだよ。働いてる人とかをぐるっと見るだけ。そう聞いたよ。それはお前を晒し者にして自尊心壊すための業務だからな。見回って何が起こるかわかるか？そんなこともわからないようだから追い出されるんだよ。社員何人いるか知らんけど、いろいろなチャンスがあるような気がする。その業務終わったらどうなる？多分別に用意されてるんじゃない？まだわからない。それ給料据え置きとは言われても、ボーナスと昇給なくなるからな。本当にそんなのあるの？庶務にじゃん。能力に見合わない業務もパワハラ要件に該当するから、納期に行けば対応してくれるけど、能力相当となった場合どうするかだな。穴掘ってまた埋める作業に比べれば天国。めっちゃいいじゃん。お前辞めたらそれ以上稼げないぞ。一応マジレスしとくと文書の電子化は用にもよるけど、外注すると人件費が鬼のようにかかるから、数千万円から数億かかるんだぜ。正直羨ましい。見回って仕事できないやつ仲間にしよう。一日中同じ部屋で同じ作業とか、頭おかしくなって精神病むだろうな。会社に貢献すれば部も大きくなる。見返してやれよ。俺なら毎日楽しく過ごせそう。クソブラックで理不尽な業務を振られるのとどっちがいい？毎日見回りして全社員の笑い者になるんだろうな。あいつが倉庫番に異動になった無能らしいよってな具合で。どういう設備使って電子化するのかわからんけど、やってるうちにゴールの目安はわかってくるだろうな。定年になっても終わらない業務だとわかったらどうする？羨ましがる人いるけど本当ならメンタル持たないだろうな。適当にスマホいじっとけえやん。アホなの？追い出し部屋だからといって不真面目にやったらアウト。それだけで業務態度を原因にして懲戒にするための部屋だぞ。それやったら職務専念に違反したとして解雇だからな。嫌いな奴がサボってるって報告しようぜ。スマホいじったくらいじゃ解雇は無理だけど。私は何もできない無能で、あなたたちに寄生してるゴミですって看板つけて歩かされるようなもんだろ。なんかデバイスとプログラミング勉強して、半自動ぐらいまで持っていこうず。見回るついでに上の人に差し入れ持ってけ。
技術の鬼になるか、栄養の鬼になるかか。仕事探してる外国人にでも仕事やらせて、お前は寝てればいいじゃん。サボりまくろうぜ。いわゆる窓際ってやつか。ポジティブに考えれば楽な仕事で給料もらえるってことなんだろうが、いろいろきついな。一緒にやるから雇ってほしいくらい。匿名係か。終身雇用のアホらしさが詰まってる。ベース収入確保した上で副業いくらでも考える時間あるのかよ、羨ましいな。必要だからやらせるんだろ、無能なくせに意味のない仕事なんてよく判断できたな。そんなクソ雑魚に年間何百何千万もお金かける会社がかわいそう。その仕事で定年まで430万円だったら羨ま。2、3年で追い出すための部屋だよ。業績悪くなったら最初にリストラされる。紙資料のデータ化はマジで必要な仕事だぞ。捨てられないけど無駄にスペースばっかり食ってる。年収300万、俺は IT 系下っ端だけど、無能すぎて資格取れなくて、このままだと将来きついぞって上司に釘刺された。クビにしないということは雇用する価値があると思われてるということ。頑張ろうぜ。いきなり解雇は誰でもわかる老期案件だからこその追い出し部屋だぞ。速攻転職するか自分をロボットだと思って淡々と居座るしかない。冷静に考えてみると、33歳だと微妙だな。資料のデジタル化が終わったらどうなるんだろうな。俺なら無能と分かってるんだから転職するな。4月からの2年が勝負だな。 PC 監視ってデュアルモニターにすると、2個目は監視されないとかないの？画面監視してるんじゃなくて PC のアクセス先で見るから関係ないよ。社内ニートで430万かよ。いいな。部長昇進で管理職か。役職手当てつけるよう、ちゃんと交渉しろよ。どう考えても追い出し部屋だよな。イッチ、頑張れよ。引き続き仕事関連のスレを紹介するよ。この1週間Y より会社でやらかしたやついる？月曜日退職意向を伝える。火曜日社用車で事故る。水曜日ストレスからか眠れなく寝坊する。木曜日 Y が担当してる現場からクレーム発生。10年前だが、入社初日でネクタイ締め忘れて怒られる。財布に金がなく明日返せよと言われるが、そもそもおごるのが普通じゃないんですか？という。3時間残業させられるってのがあったな。翌日、退職届をポストに投函。1ヶ月後給料が入金なかったから監督署に行って請求。ここまでやれ。メンタルやばない？別にメンタルもクソもない。見習いたい。日本だと Y が転職数で日本一だと思う。41社で働いたのは Y だけだわ。激レアさんに応募したが、スタッフから証拠も提出したが、ヤバめなのでアウトって言われた。君すごいな。今の会社何年目？2ヶ月。絶対に事故わざとだと思われとるやん。言われた。でもガチでわざとじゃない。このやり方で1年は生活できてた。若いってだけで採用してくれるしな。請求するときに監督署に伝えますって言うと、子会社はビビってゲン生即くれるし。辞めたいよ。やつが事故るとか、もはや嫌がらせのそれやな。退職するなら何してもいいという風潮。何年目なんや。先輩に研修先で2億の損失出した大物がいるからゴミに見えるけど、十分すごいことなんやろな。ちな5年目。辞めるからって何してもええってわけではないやろって思われてそう。そう思われても仕方ないやろけど、ガチで全部わざとじゃないねん。でも正直なところ辞めるの決まったから気が緩んでることも原因としてあるんやないの？どうなん？まあそれはないと言ったら嘘になる。やっとの思いで伝えてスッキリしたからな。ならわざとと変わらんよな。まあもう辞めるんやし、どうでもええやろ。何やなん？メーカー系だとだけ伝えとくわ。有給消化して逃げろよ。さっさと退職しろや。月目が逆でよかったな。つうか月曜は祝日だろ。君みたいにカレンダー通りの休みの仕事やないんやで。やばすぎて草。悪いことは良いことの前触れという迷信を信じて、宝くじとか買ってみるのもええかもしれんで。辛いことからは逃げちゃいましょう。でも、好きなことは絶対に話すな。朝寝坊して、トイレで軟醒してたけど商談なの忘れてて、ほぼ価値確定のソリで2000万の商談を笛にしたわ。よりマシやろ。会社には得意先が急に心変わりした、とんでもない会社や、って報告した。それで納得するか？上司で向かんのか？今んところは直属の上司は納得させた。明日、カンパニーの偉い人に報告行くわ。まあずっと Y 単独で動いてたから大丈夫やろ。何が悪いって3連休のせいや。今日水曜やと思うやん。まあそれぐらいの心意気じゃないと仕事なんてやってられんよな。もっとめちゃくちゃにしてからやめろや。やめるんならもう出社しなくていいやろ。システム導入のスケジュール考えるより、ネジ500個締める方が楽そうなんだが。やべえやついるじゃねえか。やめるなら有給消化でゆったりちゃうの？やばいやつだらけで草。新聞配達初日のバイトでタクシーと衝突して、株を廃車にした Y に勝てるんか？やめるしどうでもええやろ。鷹の花があんな生き生きしてるの初めて見た。やっぱ仕事辞めるとあんなに目が輝くものなのかな。Y 営業マンの月末恒例行事は、数字をバックさせること。
辞める指導でもいいやろみたいな精神はさらさらなかったんや。立つ鳥跡を濁さずの精神を貫こうと思った矢先にこれや。イッチ、運が悪かったな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。YADHD、仕事でやらかしまくる。納期守れないんや。何やらかしたか詳しく。かといって ADHD 自体はどうにもならんやろ。その通りや。なんで納期守れんのや。やらなあかんのに先延ばしにしちゃうんや。なんでやらなあかんことを先延ばしにするんや。知らんわ。癖というより病気やこれ。なんで知らんのや。それほんまに病気なんか。こればかりは相手に ADHD というものを理解していただき寛容になってもらうしかないんごね。ADHD ってどこで診断されるんや。日本って ADHD の中途半端な知識と差別だけあって理解はゼロだよな。欧米なら症状理解して適切な薬が選べて適正に合った仕事振るんだけど、まあ日本には無理だわな。無理やな。日本社会は外には優しいが内には厳しい。薬いっぱい飲めばええやん。頭がシャキッとするんやろ。うつも併発したんごね。お医者さん曰く ADHD 向けの薬はうつ直してからやってさ。日本でよかったな。やめるよう促されることはあっても解雇はできないからな。帰国にうるさくないところなんてあるのか。そういうところきっちりやらないとめちゃくちゃになるで。迷惑かけるだけで職場からすればおらん方がマシやから、仕事変えた方がいいで。適切な職場に行かなあかん。病気で納期守れないなら、なんで納期がある仕事選ぶんや。違う仕事の方がええんちゃうの。どんな仕事でも何かしら締め切りはあるやろ。それこそコンベア系しか無理そう。工場が向いてるやろ。ほんまに邪魔やから仕事やめろ。隣にいたらほんまイライラする。邪魔って病気なんやから仕方ないやろ。お前みたいなパワハラ野郎はさっさと解雇されるから。ADHD に限って言えば向いてない仕事ならすぐ辞めた方がいい。ポリコレの時代だからずうずうしく生きていけばいい。揺り戻し来たら辞めて雲隠れして貯金と手帳で生きればええ。なぜ上司や同僚から依頼された通りのことができないのか。わざと仕事の邪魔してんのかとしか思えない。大変そうやね。ポンコツのフォロー担当している同僚が同じような思考に陥っててかわいそうだわ。統合失調症の初期段階なのかなとそばから見てて感じる。例えば収入が600万あって当たり前の能力があるとする。でも ADHD なら半分にするのは覚悟しとけ。半分にしたらちょうどいいぞ。納期守れんやつに適切な仕事なんてないぞ。ADHD って生地勉強はできるから、それなりの会社には入れちゃうんだよな。管理職に理解が足りないから大変なんだが、ハマる仕事振ってくれれば大活躍するのに。あとなんかモテるから嫉妬されがち。残念ながら ADHD の大半は健常者同様に何も才能がないのがほとんど。Y の後輩にもおるわ。鬱になるまで追い込んだるわ。そんなことしてお前は幸せなんか。そりゃもう幸せやで。今一緒に仕事してるのが不幸以外の何者でもないからな。 Y も ADHD や。ちゃんと我慢して社員やってるのすごいわ。俺は作業所止まりや。周りが理解ないところで働けん。それでいいんやで。背伸びして我慢して働かないとって考え方が間違いやねん。ADHD はシングルタスクなんや。一つのことしかやれないんや。同時進行が最も辛いんご。シングルタスクでいいからきっちりやってくれや。うちの職場のやつはそれすらできない。 ADHD は薬があるからまだええやん。自閉スペクトラムは薬ないんだぞ。でも ADHD のくせにうつなんかなるんか。すぐ忘れるんやろ鶏のように。嫌なことも秒で忘れてそう。嫌なことだけは忘れないとか、都合のいいことは忘れないとか、忘れやすい領域があるねん。はい、そうなんか、質悪いな。あかんわ ADHD かも。仕事が単純であればあるほど仕事楽しいって感じる。 Y の同期にも後輩詰めて辞めさせて生きてたやついたけどドン引きしたわ。辞めさせるまではわかるが自分の武勇伝にする意味がわからん。 ADHD のせいにしてるのか、ガチの発達なのか。今の仕事はコミュ力も強メンタルも判断力も指導力も必要。 Y の持ってるカードは1日1ターン何かしらのアクションを起こせるのと、1日あったらメンタル回復するしかない。このカードじゃ戦えない。ADHD の奴らはなぜ自力で頑張ろうとするんや。無理に決まってるやろ。自分の無能さを自覚しろや。もっと他力に頼れや。まさにそんな感じやわい。聞きたいけど答えを理解するためにも多少下調べしたいんや。わい勉強できすぎて特に努力せず東大入ったけど、授業出れなくて今はニートや。兄弟の進級緩いところなら卒業できたかもしれないのに。どうせ社会出れないから関係ないわ。親が金持ちで助かったわ。大卒なら自己肯定感が多少高まるかも。薬で先延ばし癖って治るんか。サイコパスとかいううつ病製造機。受けた仕事を書き出していって、具体的に誰がどうやるかとかまでを書くと頭がすっきりしていくで。結局、いろんな仕事があるから、頭の中であれどうしようとかってなってるんやろな。ええことやね。
書き出すと自分のやらかすポイントとかわかるから対策しやすい。まあ途中からやる気力なくなるけどな。Y は自分で取ったメモが後で読むとなんて意味なんかわからんくなる。メモが意味ないんを。自分でやって失敗しないと覚えない。それでも定型の半分くらいしか覚えられないんをね。Y も毎回、人との約束の時間20分くらい遅れる。遅れるのはしゃあないけど連絡と詫びはしろよ。電話での話の内容ほとんど理解できずにメモ取る。そしてくっそ汚い字で読めずに困って自信なくすんや。ただの怠け癖だろ。病気のせいにすんな卑怯者。Y も毎日非正規労働遅刻してしまう。なかなか大変そうだな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。35歳で年収350万って終わってるよな。はぁ、普通やな。36歳になったら360万だな。そんな額でも普通って思ってしまうクソな君に。弱者男性じゃん。やっと復讐できるんだからな。終わっているな。所得額ならギリギリ終わりかけレベル。別に普通、生きていけるし車持てるし。30にもなって年収がとか語ってる時点で終わってるんだよな。これ。今なら普通。実家暮らしすればよし。家族は持てんな。ちなみに残業は基本なしな。多分残業入れたらもっといくと思う。基本残業ないけど。終わってると思ってることが終わってる。楽しく生き続けるにはどうしたらいいか考えよう。今共働きが普通だから結婚なんて平気平気。俺結婚した時300ぐらいだったけど割と余裕あった記憶。結婚はいける。むしろ子供いないなら結婚した方が金に余裕出る。でも結婚したら絶対子供欲しくなるだろ。ごめんとないじゃ車無理だな。まあ、だよな。無職お前らよりは。手取りなら普通。年収を手取りで言うバカどこにいるの？何言ってるんだこいつ。お前が欲しくなくても相手が欲しいことが多い。そもそも女が年収見るのは子供を育てるのに安定した環境が欲しいから、相手を見つけるのが大変かもな。800万もらえるけど毎日進捗報告しながら、毎週改善報告して各週で全社会議資料作って報告して、役員から好き勝手言われた宿題を片付けながら、月1のトップ報告って雑務をこなしながら、客先苦情対応と、自社レベルアップ活動の目先業務を片付けながら、先々の精準アイテムに対応。30代管理職はこんなもんだ。残業？つかへんでそんなもん土日もないし。どっちがいい？700もらえて残業もなくエクセルを開いたり閉じたりする仕事がいい。400万だけど家あって車もある。妻子もいる。だから大丈夫。20代中盤で残業なし550万ぐらいだけど、専門職だからな。やっぱスキルあると学歴なくてもある程度は稼げるなぁと思った。でも転職使えば年収は割と簡単に上がるよ。試してみそ。俺だって33歳で420万だけど、昇給がしょぼいから今後が期待できないわ。てか都内なんだな。それだけの年収で都内にいる必要あるの？42歳で280万だが。俺より置いてるのに俺より安い。ぬほど転職してきたからな。そら安くもなる。転職しまくって年収下がってんの？そりゃダメだわ。職場が辛くて給料下がってもいいから転職するタイプ？生活に制限かけてまで、都内で働いて暮らす必要性あんのかね？それこそ800万とか稼げる人はいいかもしんないけど、田舎が肌に合わないってんならもうどうしようもないな。田舎暮らしは少しだけ憧れるわ。ずっと都会っ子だからな。年収より結婚してないのが終わってる。じゃあ今の職場でいた方がいい。健康に働けてることを幸せに思うことだな。ただ、今の職場給料低いからな。今の職種で給料いいとこ行きたいわ。あんまり欲張りすぎない方がいいと思うぞ。履歴書も転職繰り返してる人に見えるとマイナスになる。資産次第。資本主義の価値観や、他人との比較は自分を不幸と思い込ませる考え方なので、これを捨てない限りは幸せになれない。目指す方向性としては天気のいい日に散歩しているだけで幸せとか。これはあるよな。幸不幸の比較を知った上で比較しない幸せを得ないと、何も知らずに過ごしていて、ある日いきなり比較しだして不幸になっていく。北海道で年収400万で仕事は基本まったり、たまに大忙しで年休48日の仕事あるけどやる？年休48はすごいな。俺は最大で40だわ。出世したら550万になるけど年休7日になるよ。残業込みで500いくかいかないか、収入増やすなら転職した方がいいのか。500万くらいなら転職だけでトントン拍子に上がる。そこから先は社内で昇進するか、もしくは大手に滑り込むかだな。難易度上がる。で経験やら積んで800万くらいまで上げると、管理職の転職で1000万超えも狙える。俺の業界だけどね。一押しは外資系。給料は標準程度なので、普
福利厚生を極端に良くしたんだが人が来ない。福利厚生なくして基本給上げればいい。それができたら苦労しないんだよな。できないんで年間休日130とかにしてる。今は逆、休日なんてほどほどでいいから給与欲しいとか思うやつ多いぞ。年間休日110とか120でいいと年収500万年間休暇135、年収560万年間休暇120、どっちがいい？後者。都内で350？低すぎてわろた。低いのは自覚しとるわ。転職したら？俺もそんくらいだけど、独身なら別によくね。結婚したり子供いると大変だけど。過去の経歴次第で転職すればどうにでもなるぞ。俺も32まで年収300しかなかったけど、転職重ねて今800超えた。終わってんな。すまん。350万ってどんな生活よ。最低限自分一人生きるために働く感じ。地方なら普通。今からやらないの？経験って就職したばっかなの？東京、男、大卒、正社員とかの条件つけるとぐんと上がる。40になって結婚だと金持ってないと無理だと思うが、若いならまだしも貧乏で初老のおっさんと結婚したがるやついねえだろ。誰が40なんて言った。年収上がる環境に転職していけばよくね。俺も300から550、900、そして1200と上がっていったぞ。31で250ないんだけど、ちなみに上がる予定もない。俺ら2人で1人分くらいの稼ぎだな。俺の350万倍もある。逆にどうやったら年収1円になるんだ。企業は過去1で儲かってるのにな。残業なしで、ちょうど倍くらいだ。業者で草。38歳だけど550万くらいある。ただし交代勤務という底辺かつ命を削る仕事。俺も宿直あってこれよ。介護系。俺の 0.5 倍もある。年収いいとこ行っても適応障害とか鬱になって病んで辞めてきたから、今のとこは続いてるから、そういう意味では今のところが合ってるのかもしれん。あとはこの仕事で給料上げたい。実家で金貯めて隠居したいけど金足りんわ。年収300万台のやつって今まで何してきたの？俺はお前の倍以上もらってるよ。給料倍もらってるのに過去レスも見れないの？お前に興味ないからな。勝ち組でわろた。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は近所の子供と大人げなく喧嘩してしまった、ニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは唯一の友達と喧嘩して親友を失う、やってしまったんを。友達ってことは相手もニートか？ニートに友達なんかいらんやろ。とうとうぼっちか。わいニート。もう10年以上、友達なんておらんで。なんで喧嘩になったんや？一緒にゲームしてたんやけど、何度やっても Y が負けたんや。それでイライラしてゲーム機を取り上げようとして泣かしてしまったんを。泣く？相手はメスなのか？年齢とかがようわからん。Y が50歳のニートで、相手が近所の子で6歳やな。今年小学生になる予定の子やで。年齢差がありすぎて草。親友は幼稚園児ってか。わろた。ひでえ。6歳を泣かせる50歳のニート、日本も終わりやな。6歳が親友、50歳の親友が6歳というパワーワード。わろた、お茶返せ。ていうか50歳って、同世代だと孫くらいの年齢やぞ。孫は違くない？まだ子供が20くらいだろ。それにしても草。ちゃんと謝ってこいよ、ウェ。6歳に本気になる50歳がいるのか。ニートは精神年齢が幼いからな。マッマになぜ泣かせたって怒られたんを。親友のうっやも激おこで辛い。そりゃ怒るやろ。てか今までよくエッチと遊ぶのを許してたな。ニートと息子が遊んでるなんて嫌だ。子供のゲームを取り上げるとか。何度やっても6歳に勝てないニートを打つ。それに50歳はニートじゃないからな。無職って名乗れよ。子守もできないおっさんニート。利用価値がないからもう丸々しかないな。五体満足で病気もないのに、30超えてニートしてるやつとか、どうにかできんのか？どっかの島にでも送るしかないな。6歳に負けるニート。後からやらかしたと思って、謝りに行ったけど手遅れやったんを。そりゃ50歳に怒られたら怖いだろ。泣くのも仕方ないな。泣きたいのは Y ちゃんやで。お前が泣いてどうする？ゲームに負けて悔し泣きってこと？うわろた。実際にずっとニートやと、メンタルはこんななのか？まあ6歳くらいがちょうど良いんやろうな。でもこの後、6歳は成長するが、このエッチは。どうせあと何年かすれば見向きもされなくなるやろな。Y ニート35歳やけど、厨房の頃にニートのおっさんと仲良くなって、毎日のようにゲームしとったぜ。でお前もニートになってて草。50までニートとか、ただの怠慢だろ。ニートは病気。まだマッマが怒ってる。ゲーム取り上げとか言ってるんやが。そりゃまあ、そうなるだろうな。妥当だよ。ゲーム機を取り上げられるのだけは困る。お前が悪いんやろ。ゲーム機取り上げるとか、やっぱり親も小学生相手みたいな対応なんやな。さ、このままニートを続ける気なんか？
だからニートじゃなくて無職定期。ていうか一致の親は何歳よ？70とかなんじゃ。親の年金で食ってるってことか？最低だな。何も生み出さずに、親の年金だけ食いつぶすクソニート。そろそろ働けよ。親が丸んだら年金も止まるが、一致はどうするんや？50、80問題とか言うよな。こういうのはもう、親が最後に、首丸めて連れてくしかないやろ。最後の最後まで、子供の面倒を見なきゃいけない親がかわいそうやな。親不孝やぞ。さっさと働け。親を小さい頃に亡くした俺からしたら、甘えでしかない。一致が働かない理由は？怠けてるだけだろ。6歳とゲームで競って、一緒に泣いてる奴が、働けるわけない。何度かバイトはしたが、もう愛は働くのは無理だと悟ったんや。勝手だな。もっと真剣に仕事を探せよ。どうせ職が見つからなかったら、親に帰省すればいいと思ってたんだろ。50ならまだ働けるだろ。ワイでさえ32歳でニートは辞めたぜ。30代ならギリなんとかなるが、50は無理やろ。でも60になったら皆無職だから、同じになるな。ただ周りの60は貯金があるが、一致は。それな。年金だって親が払ってなきゃもらえないだろうしな。こんなのが、生ポもらう可能性があるのかと思うと、ムカつく。やっぱり34か35あたりで、ニートは丸すしかないやろ。今日もマッマの視線が痛い。さっさと男の子のところに謝りに行ってこい。マッマって70くらい？かわいそうに。ニートの親って若く見えることあるよな。そんな若さはいらんな。そろそろ働いてやれよ。そのうち親に丸されるぞ。まあ自分では怖くて丸寝ないしな。おっちゃんに丸されるなら仕方ないかな。何でも他力なんやな。そういうとこやぞ。一致にイライラしてる。Y でも働けるんや。なんとかなるやろ。一致が何のゲームで負けたんか気になる。6歳と競う50歳はマジで草。子供と大喧嘩。これは悪いニート。だから50はニートじゃないと。どこから突っ込めばいいのかわからんのだが、引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y、ご近所と仲が悪すぎてニートになり、日中外出できなくなってしまう。はぁ、お隣早く丸んでほしいんを、お隣の人と遭遇するのがくっそ怖いんや。エンカウントしなきゃ平気平気。それが怖いんや。怖いやろ。恐怖や。すごい気まずい人と道ですれ違ってしまう感覚や。こっちから攻めろや。無理、Y が生まれてから、お隣と会話したことも顔合わせたこともないわ。それ多分お前のこと監視しとるで。お隣とゴミネット回収するときエンカウントしたけど、視界に入らないように空見て歩いてた。何して仲悪くてなったんや。Y んところ家庭環境悪くて、学生の頃に親とか祖母と喧嘩したり、暴言吐きまくったりしてたからくっそ気まずいんや。お隣さんの娘に学校で遭遇したときに、アッパカだって呼ばれたし、Y も母親も父親も知的小丸社の祖母のことを、クソババ丸とか怒鳴りまくってたんや。仕事はしとるんか？あ、愚問やったわ。仕事してたけどお隣とすれ違うのが鬱でやめちゃった。働きたくない言い訳にしか聞こえんな。どうせ赤の他人なんだから堂々と外出ろよ。一致が思うほど隣は一致のことを気にしてないで。この前もご近所が外で世間話してて、家帰れなくて周りぐるぐるしてたし。今の状態が続いたら糖質発症しそう。あるな。っていうかこの時間はいねえだろ。まずな、このご時世、向こうは確実にお前のことを、犯罪者予備軍やと思ってるからな。向こうの方が避けてくれると思うぞ。いつも外出るとき左右確認してゆっくり出てる。申し訳ないけど、お隣の人に丸んでほしいわ。この前もお隣が前方から歩いてきて、避けられない状況になったときに、全身から汗吹き出して丸ぬかと思った。こういうのが近所の人を丸したりするのかな？危ないからお隣じゃなくて一致を隔離するべき。聞いてる限り隣なんも関係なくて草。まあ Y に落ち度があるから、なおさらきついんや。いやいや、ほんま辛い。糖質っぽい気がするけど大丈夫？違うやろ。ただの働きたくない病だな。くっそわかる。でもお前が見えたら向こうが避けるよ。ソースは Y。それすらきつい。相手に Y の存在を認識された時点で、相手が不快に思ってると思うと、それで辛いんや。そんで Y の悪口言ってると思うとさらに辛い。お隣の悪口の幻聴が聞こえ始めたら糖質。慣れるぞ。Y なんか家で暴れて、たびたび警察も出動されてるし。おらついてやえんや。眉間にしわ寄せて唾吐きながら歩け。Y には無理や。今日もたい焼き買おうと思ってたのに、怖くて外出れなかったしほんま辛い。引っ越せばいいだろ。本当に隣だけが原因なら、引っ越して働けばいい。それができないのは働きたくないから。お前そんなコソコソしてたら、深夜しか外出できなくなるぞソースは Y。そのうち慣れるから大丈夫。手遅れになる前にもう一回働く方がええで。夏のリゾート住み込みバイトはどうや？Y は家に降りたいのに、マンションが大規模修繕でおられん。家出て一人暮らし始めて今の環境から逃げるのが一番やぞ。一人暮らししてたけど仕事耐えられなくて帰ってきた。ほら。
仕事が嫌なだけじゃんお隣関係なくてくさ。何回仕事辞めとんねん。お隣関係ないやん。言ってる意味がわからんのやが。なんで近所と仲悪いのが、仕事しないに繋がんねん。しかも一人暮らしでも働けんとか。やっぱこいつ糖質だろ。仕事以外もや。外出る用事があるときに、まず一番の難所が、ご近所に遭遇しないように外出することなんや。この苦痛わからんやろな。わからん。一人暮らしで済むしさ。深夜バイトとかすればええやん。すれ違わんで。深夜バイトやってたで。すごい気楽やったわ。じゃあなぜやめたし。まさかとは思いますが、このお隣さんとは、あなたの想像上の存在に過ぎないのではないでしょうか。糖質定期。ちゃんとおるぞ。まあ社会的弱者が世間からのプレッシャーで、外歩くのすら困難になってるのは立派な社会問題やで。せっかく一人暮らしを始めて、いなくなったバカが戻ってきてしまった。お隣とご町内の皆さんが気の毒や。ほんこれ。隣が丸んだら丸んだで、他に理由づけて外出んのやろ。いや、隣が丸んでくれたら気軽に外出できる。もうこの発想が健常者ちゃうよな。そのうち事件起こすからさっさと病院行け。うちの近所にもおるわ。生きてても辛いやろな。騒音で注意されたけど、普通に近所の人に挨拶するで。なんて思われとるかは知らんけど。たまに車の裏に伏せて、隠れたりするしほんま辛いんや。やっぱり糖質か何か知らんが、何かの病気だと思うぞ。満面の笑みでこんにちは言うとけえんよ。無理や。これやったら今後も同じことせんとあかんのやろ。せや、満面の笑みでこんにちは言うだけやで。簡単やろ。ほんまどうしたらええんや。今は落ち着いたけど、数年前はほんまに親もバカやし、ほんまお隣のせいで深夜しか外出れない。無敵アピールしてビビらせろ。お隣も愛のこと邪険に扱ってると思うと少しにくい。この前お隣に無視された時すごいショックだった。ワイはご近所気まずくて無視するけど、お隣も無視するとは思わなかった。ごめん、何を言ってるかわからん。このままやと、お前が逮捕された時お隣さんがインタビューで、道で会っても挨拶もしないし、時折家から怒鳴り声が聞こえてきました。って言われるんやぞ。それやったら毎日元気に挨拶して、会ったら挨拶もするし、普通の人だったんですけどね。って言われた方がええやろ。どっちみち、逮捕されててくさ。ウキウキして、朝からスッキリ実況するぐらいなら大丈夫やろ。こいつはネタだろうけど、本気のこの手の糖質はゴロゴロしとるんやろな。ネタやない。大丈夫だって、お前なんかみんな無視してるって。ソースはワイ。無視してても道ですれ違ったら、嫌でもワイのこと思い出すやん。それがなんやねん。丸沼で無関係なんだから気にするなよ。ワイはもしかしたら、人のこと気にしすぎる病気かもしれんわ。気づくのが遅すぎてくさ。ちょっと気まずいだけだろ。誰にでもあること。いいから外出てこい。ちょっとどころじゃない。もう小学生の頃から、一度も顔合わせたことも話したこともない。そしてワイを含めて、両親と大声で口汚い暴言吐きまくったり、知的丸外の祖母を罵倒してた事実は変えられないんや。この蓄積があって、お隣に挨拶できるってやつ、どんだけメンタル強いんや。まあな。でもそれの何が悪いんや？そんなことどこにでもあることやろ。外に出ろ。無理や怖すぎる。あの前に道ですれ違った時の、あの無視された感覚が忘れられないんや。絶対 Y のこと憎んでるし軽蔑してる。ほんまは Y、人と話すと、お前意外と面白いやつだなとか言われるんや。でも家庭環境のせいでこうなったんや。一致が丸めばええやん。なんでお隣が丸なないかんのや。こういう、が丸字が近所にいるかもと思うと怖いよな。申し訳ないけど、丸んでくれたらホッとするってだけや。Y が悪いのは自覚してるで。アルミホイル巻けば安心するのに。糖質ではないで。Y も同じやから家で金稼いでる。こういう本物が普通にレスバトルしてるのが何税なんやね。辛い。普通に家出ていけばいいじゃん。甘えてるだけだよね。精神科に行け。ほんまどうしたらええんや。なぜ一人暮らしをやめてしまったのか。糖質って怖いな。マルジンを犯す前に病院行っとけよ。糖質ではなく事実。違うところに就職して引っ越せよ。しばらく実家から出るのは無理っぽい。なんでや？甘えとるだけやろ。一人暮らしして働けば全部解決するのにムカつくな。今お隣がドア開けたわ。怖い。とにかく病院行ってこいって。お薬が切れたのかな？ガソリンの蛍光管を持って、わめき散らしながら歩いてたら誰も近寄ってこないぞ。おまわりが近寄ってくるけどな。甘えんなよ。さっさと一人暮らししろ働け。自己評価が低くて、なんで自分がダメなのかわかってるけど、能力がなくてどうしようもないんだろうな。隣への執着がひどすぎて怖い。事件を起こす前に病院行けよ。隣は何も関係ないのに、全部隣のせいにしてるのって病気の一種だよね。Y も発生チックあるから、近所から絶対に怪しい人扱いされてると思う。でも治らんものは仕方ないし、開き直って生きてくしかない。マジレッスル。開き直れ。
事件の香り。気持ち悪いやつやな。むしろ仕事も続けられないクズが、隣人のせいにしてるだけやろ。くだらなすぎだわ。そんなに気になるなら、自分であの世にでも行ったらええねん。しょ。単純に、また一人暮らしすればよいね。この自意識過剰なバカってどうしたらよいの？悪いのは自分が善人だと勘違いしてるとこ。ワイも隣が塾で夜も窓開けて、うるさいから嫌いやけど、出会ったらにっこり挨拶しとるで。こいつは自分がうまくいかないのを、相手のせいにしてるだけや。やっぱ無職は自分が悪いのに他人のせいにするカスやわ。事件が起きそうな匂いがする。なんで無視されてビビるんや。お互い刺激しなくてええやん。完全にお隣さん被害者やん、かわいそう。こんなんがお隣にいたら怖いわ。やっぱ持ち家の立地は博打やね。